こんにちは、今日はですね、ちょっとこういう感じでね、レンゲソウで遊んでみました。レンゲソウで、小さなリースをね作ってみようかなと思います。こんなんです。ちょっと可愛いですよね。はい、じゃあ、材料はレンゲソウと、そしてこれですけど、これはナズナ、ペンペングサとか言いますね。ここに白い花がね咲いてたんですけれど、もうどんどん種ができてしまって、ほとんど終わりかけですね。花咲いてたらね、ここ可愛いんですけどね。でもまあちょっと面白いかなと思いましたので、これとレンゲソウと組み合わせてこういうね小さなリースを作ります。はい、そしたらこれの、編み方ですね。昔っていうと年があれなんですけど、レンゲ畑でねよくこういうのを編んでたんですけれど、今はなかなかねレンゲ畑もないので、そういうこともないと思うんですけど、編み方ね覚えてたらいいと思います。まずこうですね、利き手があると思うんですけれど、一応右側のお花を上に乗せて、こうぐるっと回します。こうですね、ぐるっと回してきました。そして次のお花を、で、新しいお花だとすぐこれポキッと折れてしまうので、この軸を押さえてちょっとしおらせるようにねするとうまく巻けますね。こういうふうに巻いていって、でレンゲばっかりでやるとこうぐるぐるね巻いていくと、ネックレスとか冠とかができるんですけれど、今日はそれにちょっとナズナを、加えて、ちょっと葉っぱも利用してこういうねリースに仕立てていきます。はい、そしたらもうこれをそのまま使ってこのような感じで、葉っぱとかをね使っていきますので、これが見えないね、こう適当に乗せていっては、これで巻いていきます。お花で巻いてもいいし、こうやってこのナズナの方でね巻いてもいいですので、そしてお花をねまたどんどん乗せていきます。葉っぱもねところどころに入れながら、こういうのも寄せながら、お花でこうぐるっと絡めていきます。今ちょっと折れましたね、ポキッと言いました。でお花をまた乗せて、こうね寄せてあげたらいいです。一個ずつ何もしなくてもいいので、お花とか葉っぱとかも入れながら、これですね、葉っぱも入れながら、そしてお花でここに置いて、これがねパキッと折れちゃうので、こうぐるっと回して、こうずっとね絡げていくようにしていきます。またこれとかを乗せてぐるっと回します。でこれもね小さいお花がねこの辺にちょこちょこっと見えてね、なかなかね可愛いと思うんですけどね、まあ、雑草なんだけどちょっと捨てる前にね楽しませてもらおうかなと思って、私はたまにこういうお花というか草花でねリースを作るんですけれど、こうですね、こうしてここに当ててぐるっと一つずつするとね手間がかかるので、もう何本かをこう置いて、そしてこうして回していったら割と早くね進んでいきますので、一つずつこう一個ずつ一個ずつしていくと
王冠とかね、そういうあのを作るときは一個ずつしていったらねいいと思うんですけれど、もうあのお遊びのなんちゃってリースなので、こんな感じでねもうザザッとしていったらねいいかなと思いますね。そして、葉っぱもね入れると面白いですよね。こういう風にしてね表情が出ますので、葉っぱなんかも利用したらいいと思いますね。そしてぐるっとこうかけていくとあの安定していきますのでね、こうしてこうにしていきます。だんだんしおれてきて、取り立てだとねパキッと折れちゃうんですけど、しおれてくると今度は葉っぱに元気がなくなってちょっと残念なんですけど、まあ1時間ぐらいしか持たないかな、ね、このできたやつをね写真に撮ってたりするとなかなかね、かわいいですしね。私もあのカバー写真なんかによく使ってるんですけど、雑草って言ってもねなかなか可愛いお花は、小さな可愛いお花が多いですのでね、そこをやって利用してあげたらいいかなと思ってねやってます。こうですね、私のあの Google プラスの方のカバー写真が冬知らずっていう黄色いお花と、ブロッコリーの黄色のクリーム色のお花が可愛かったので、それでリースを使ってカバー写真にしているんですけれど、よかったらまた見てくださいね。そしたらこのぐらいかな、もうちょっと欲しいかな。ひたすら手を動かしてます。そうですね。こんな感じかな。こんなもんでいいですかね。こういう風になったら、今こう枝がねいっぱい出てますので。こうして最初のところからね丸めてあげます。そしてここのとこですけど、あのこの軸でねまとめていったらいいんですけど、ちょっと長くて丈夫なものをこう絡めて、この辺切りましょうか。こうしてね残ってる分で こうまとめていこうかなと思いますね。もしこうあのうまくまとまらないようでしたら、ワイヤーをね使ってもいいと思いますね。こういうのはここにね入れ込んでしまいます。そしてワイヤー使わなくてもいいかな。もしねあのまとまりが悪いようでしたら、こういうワイヤーね、これも100円ショップで売られてたんですけれど見えにくいですね。こういう茶色いねワイヤーをね使って、ほらほどけてる、止めてあげたらねいいと思います。ここが結べてない、よいしょ、こうして何箇所かね止めてると落ち着きますので、こんな感じでね
してあげたらね、いいかなと思います。ちょっと可愛いですよね。今日はね、ちょっとあのものづくりって、もの、これもまあ手作りかな、こういうのでね、ちょっと遊んでみました。はい、ありがとうございます。野の花でね、やってみてください。